フットサルフェスタ2022みんなが主役をスローガンに、誰でも気軽にプレーを楽しめる大会。年齢性別ごとにカテゴリーを設定し、幅広い地域で予選を開催することでフットサルらしい多様性を受け入れる大会。そんな素敵な大会にマルバはアンダー12のカテゴリーで2チームが参加。すでに予選を戦い、関東地域決勝に進出した。関東地域決勝の舞台は所沢フットサルパーク。この日の天候は雨、気温は10度を下回る環境で行われる。地域決勝参加チームはご覧の8チーム。2つのリーグに分かれ予選を戦い、各グループ1位のチームが全国大会出場に向け代表決定戦を行う。マルバはそれぞれ別ブロック。代表決定戦でのマルバ対決は叶うのか。初戦を終えた順位表はこちら。両チームとも現在1位、2連勝で代表決定戦に王手をかけられるか。それでは第2試合、 A グループ、マルバ FC フューチャー B 対ヒュンフフットサルスクール。 B グループ、マルバ FC フューチャー A 対 FFC エストレーラ川口 FS。 この2試合をご覧ください。行こう。回れ回れ、夏希回れ回れ。グーグー、夏希ナイスグー、よかったよ今の。ナイスいいだナイス、夏希グー。水気は抜けて攻撃でもいいぞ。ナイス、見てやろう見てやろう見てやろう。ナイスボール。はい、頑張っていい。はい、おお、あ、おしおし、見てないですね。判断変えてみて。ナイスボーダー、グーグーグー。おー、大丈夫。ただ前だけ前だけになってるよ。相手はそれ対応しちゃってるよ。ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール。いいじゃんいいじゃん、ナイスだったよ今の。挟める挟める。そうかもしれねえ。熱くやまれ。みんなも集中してみたいところをやっぱり作ってもらう。
さあ、はい、第1位、行こう行こう、ナイス、惜しい、ワンタッチ、さあ、ゴーキー行こう、さあ、ナイス、ナイス、ナイス、今日ナッキーリラックスや、アバタイ、ナイス、ミカー、ミカー君、そう、ゴーキーどう、ナッキー、グー、そうね、9番にやってそうだよ、はい、その出されたらどこに戻る、グー、止まらない、ゆっくり大丈夫、頑張りよ、はい、サチいいじゃん、サチナッキーいいよ、サチはい、なんで並ぶんだ心配になる、これ、はい、話してよ。
Thank you.
で楽しんで。はい。ナイスリック。寒い。第2試合終了時の順位表はこちら。マルバは両チームとも2連勝。最終戦を引き分け以上で代表決定戦に進むことが可能になった。最後まで気を抜かず予選リーグ3連勝で代表決定戦に挑みたい。そして代表決定戦でのマルバ対決は果たされるのか。レベルが違う。要我要蜜都が食べれる香ばしい肉の香り。おわん、ナイスナイスナイス。いや、ナイスナイス。いやー、うまいね。